こんにちは、デリッシュキッチンです。セブンイレブンでちょい手料理、ポン酢だれの肉巻きブロッコリーのご紹介です。豚ロースしゃぶしゃぶ肉8枚に塩コショウ少々を振ります。使いやすくカットしたブロッコリー8個を乗せ、豚肉を巻いていきます。レンチンできる冷凍ブロッコリーは甘みがあって美味しいですよ。手で握って肉を密着させます。巻き終わりを下にして耐熱皿に乗せ、ふんわりとラップをし600ワットのレンジで5分加熱します。ボウルにポン酢大さじ2、ごま油大さじ1、白ごま適量を入れて混ぜ合わせます。盛り付けた肉巻きにポン酢だれをかけたら完成です。冷凍野菜をレンジで簡単に、セブンイレブンでちょい手料理、ぜひお試しください。以上、デリッシュキッチンでした。